今日は東京ローカルというものっていうお題でお話ししていきたいと思います。僕の1989年の上京日記のその2ですね。平成元年バブル絶頂期のね、18歳の少年のお話ですね。で、1989年のバブル絶頂期の春に、まあ、お恥ずかしながら浪人で上京した僕は、新宿ビル街の片隅の超ボロアパートに住み始めたんですね。それについては第1回で語ってるんですけども、で、その上京1週間後に僕が通うことになる代々木ゼミナールで入学式があったんですね。もう巨大予備校の入学式なんで、すごいなんか行動でね、なんか長々といろんなお話を聞いたんですけれども、その時に気がついたのは、その前年の夏期講習で知り合ったほとんどの人がいないってことだったんですね。というのも、前年僕のそのコースから芸大に受かった人がゼロだったんですね。で、僕その代々木ゼミナールの造形学校を選んだ理由っていうのは、まあなんだかよくわかんないけど、一番大手の予備校で1位になれば確実に芸大に受かるだろうと思って代々木ゼミナールの造形学校行ったんですけれども、誰も受かんなかったっていうオチだったんですね。で、やっぱりそれって大きなことで、なんか要は誰もそのね、通うっていう気にならなかったんですね。その前年いた人たちはほとんど。で、お世話になったメインの講師の人も、お前いい戦力になるよって最後僕に言ってくれた人がいたんですけど、その人も他の学校に飛ばされていたんですね。だからそういう現実を知りましたね。だからもうちょっと僕も考えてね、予備校選びすればよかったんですけど、やっぱ地方在住だったんで何も知らなかったですからね。で、夏にその僕と同じように上京組で代々木青少年会館というところに泊まって、なんかねすごいね苦労してた二宮っていう友達がいたんですね。で、わあ久しぶりって言って一緒に頑張ろうっていう話をしたんですけど、彼はスクーターでその入学式に来て代々木駅前に泊めてきたとか言ってて、で、新聞小学生として代ゼミに通うっていう話だったんですね。今もあるんでしょうけど、当時新聞小学生ってのは結構多くて、まあね、新聞配達という大変な仕事をしながら、その代わり学費を出してもらって学校に行く、それが予備校にまで適用されていたっていうね話なんですね。だから大手でしたからね、代ゼミはね。浪人でも巨額の学費がかかったんですね。で、夜はあの学科もあったんで、で、この入学式の説明ですごい印象に残ってるのは、二浪すれば専門学校卒業の資格が得られますよってその校長先生だったか誰かが言ったんですね。それ聞いてすごい複雑な気持ちになったことをすごくよく覚えてます。まあ何はともあれ新年度が始まるんだなって思いましたね。で、今日の本題ですけど、ローカルっていう言葉ですね。ローカルっていう言葉には地方のイメージが強く染みついてるんですけれども、しかしながらこの春上京直後ですね、特にその時の僕って、東京にもローカルなものが結構あるんだなってしょっちゅう思っていたんですね。では、そういうものをいくつか挙げていこうと思います。というわけで、東京ローカルその1ですけど、それは家電量販店ってやつあったんですね。だから石丸電機にしろ、ヨドバシカメラにしろ、家電量販店も福島にはなかったし、当時はですよ。で、この CM も東京ならではだったんですね。だから福島時代にこう強引に受信していた日本放送のラジオ CM でしか、この有名なヨドバシカメラの歌って聞いたことがなかったんですよね。だから実際に上京してヨドバシカメラの実態とか知っていくんですけど、当時はね、幻想がありましたね。このヨドバシカメラってどんなすごいところなんだろうって。さらに安くてよかった。というわけで、本格的に上京した僕は、テレビとビデオと冷蔵庫と、あとトースターを買いに、まあ二宮と一緒に付き合ってもらってヨドバシカメラに行ったんですね。まあ新金荘って僕の住んでるところから徒歩10分ぐらいで行けてしまうのはちょっと我ながら恐ろしいなと思ったんですけど、で、福島時代のイメージだと、新宿西口の駅の前にどれほどでかいヨドバシビルが建ってるのだろうっていうイメージだったんですね。でも実際はあまりにも小さくて、なおかつ雑然とした店構えに、もしかしてこれだけってとてもがっかりしたんですね。そもそもね、駅の目の前じゃないですしね。でも当時は映るんですとかが全盛期で、
1階のそのカメラ売り場にはもう恐ろしいほどの人がいたんですね。うわこれすごいなって、当時はそこであの現像とかもやってたんで、もうとにかく人がいっぱいいましたね。で2階にテレビとビデオが売ってたのかな。そこではあの全部の画面に、再結成したサディスティックミカバンドのライブ映像が延々と流れていたんですね。うん、だからバブルの申し子的なハーフタレントってやつですね。桐島カレンとか宮沢りえとかで、桐島カレンが跳ね回ってる姿をこう眺めながらテレビとビデオを選んでましたね。でテレビはすぐ決まったんですけど、ビデオの方は悩みましたね。ビデオはまだまだ高価な時代だったんですよね。で飛び抜けて安い品物が2つあって、で僕らはどっちにしようかなってこう悩んでたら、店員さんが、で僕なんかその機能がこうゴージャスな方をこう見てたら、そっちは外国製だからこっちがいいよって、そっちは韓国製なんだよねって言ったんですね。三星ですね、今のサムソンですね。だから要はあの韓国製だから良くないよっていう言い方だったんですね。今ねサムソンなんてねアジアの雄ですからね、この頃はまだまだそういうイメージだったんですね。で進めてくれたのが船井のビデオデッキだったんですね。うん、このビデオデッキは良かったですね。長く持ったんですけどボタンがすぐぶっ壊れて、うん、それでね割り箸で基板を直接押してたっていう伝説のビデオデッキで、ラボすごいなってこのビデオデッキ、俺がこの割り箸で駆使してるのを見てみんな驚いてましたね。そういう思い出があるビデオデッキで、多分これだったと思うんですよね。で、あのじゃあ全部まとめて送りますかって言われたんですけど、もうとにかくテレビが2週間近く見れなかったんで、テレビとビデオは二宮に頼んで2人でこうお持ち帰りにしたんですね。でビル街をこうねテレビとビデオの箱を持って担いで歩く2人っていうのは、18歳のね上京少年2人はそれなりに目立ってたと思いますね。でそして2週間近くのテレビなし生活っていうのがようやく終了したわけです。続いて2つ目の東京ローカル、その2は吉野家なんですね。この有名な CM ですね、謎 CM っていう。なんでやったねパパ明日はホームランダーになるんでしょうね。まあそれはさておき、当時の価格って370円だったんですね。で価格は今もほぼ変わらないんですけど、吉野家って少なくとも牛丼一筋ではなくなりましたよね。で80年でもう120数年になりましたね。でこの間ね倒産騒動とか狂牛病騒動とかいろいろ吉野家も危機がありましたね。で話は戻るんですけど、平成元年のこの当時、福島には吉野家がなかったんですね。だから例の牛丼一筋80年っていう、だから僕は東京に出るまでこの有名な CM ソングをあの筋肉マンでしか知らなかったんですね。でそもそも牛丼文化っていうのが福島って当時なくて、ソースカツ丼っていうのが有名なんですね福島って。だから牛丼そのに僕も馴染みがなくて、牛丼食べたことなかったんですよ。でそんな僕が新宿のね新幹線っていう新宿の住まいのすぐ近くに吉野があるっていう情報を知って、まあなかなか胸が躍ったんですね。24時間営業ですからね。でもヘタレな僕はこのね吉野家に牛丼を食べに行くっていう行為がどうしてもできなかったんですね。なんかあの独特なルールってあるじゃないですか。入り口に食券があるとかだったらまだいいんですけど、なんか座ってなんか波一つとかなんかいろいろ言わなきゃいけない、その店員が来るタイミングってどうなんだろうとか、なんて頼めば田舎者と思われないんだろうとか、そういうことを考えるといけないんですよね。で当時ってその初代店って吉野家の1号店は初代店って言われてるぐらいメジャーなとこだったんですけど、で僕もそれを信じたんですけど行かなかったですね。で時は流れて、本当はあの吉野家の1号店って築地店だったってことをあの須田まさきの CM で初めて知ったんですけどね。まあそんな思い出がありますね。うん、だからなんて言うんだろうな、やっぱりね敷居が高いんですよ田舎者にとってこういう飲食店に入るっていうのは。僕だけかな、そうじゃない人もいるでしょうけどね。で続いての東京ローカルその3は文明堂のこのね文明堂豆劇場ですね。これも福島でやってなかったですね。
東京ローカルの CM です。でやっぱり初見時には何なんだこれはって思った CM ですね。うん、なんで電話が2番なんだっていうそういう疑問が当然湧いたんですけど、理由はウィキペディアから抜粋しています。というわけでウィキからの抜粋なんですけど、人形が歌う電話は2番というフレーズだが、これは文明堂の加入番号が0002番だからで、当時の電話交換機は交換台を経由する時代であったため、交換士に曲の名前と2番、例として赤坂局の2番と告げれば文明堂につなげたことから、1937年昭和12年に文明堂が電話帳の裏に載せていたカステラは1番、電話は2番というキャッチフレーズに由来するっていう、まあ分かってるの分かんないような、まあとにかく文明堂がこう電話のこのね加入にしたのがすごく早くて、なおかつ電話帳の裏に広告も出してたっていう、すごいねすごいやり手ですね。そういうなんて言うんだろう、広告の仕方をしてたんですね。それが未だにこうね続いてるっていうのはすごいことだなって思いますけど、最初見た時は本当ね、何なんだこれやって思いましたね。東京って変なところだなって思ったりしたってのは言い過ぎですね。東京ローカルその4はホテルの CM ですね。これはね、福島時代も深夜の CM って言えば地元の観光ホテルの CM だったんですね。だからこれ見て東京も変わらないんだなって思ったし、まあ東京もねあの田舎なんだなって、田舎なんだなっていうか、やってることは変わんないんだなって本当思いましたね。うん、彼らも今何歳なんでしょうね。三鳩屋まだありますよね。でこっちが琵琶湖温泉ホテル紅葉ですね。当時イカ天になんかグロテスクパンチパーマズっていう芸大のあのバンドが出て、でこの曲をなんかこう引用した曲をやってて、なんかちょっとがっかりした記憶がありますね俺が目指してる芸大生はこのレベルなのかって、そういう思い出があります。で今レトロブームでこういう昔っぽいホテルが需要があって、特に鳩屋の三鳩屋なんかはレトロ特集でなんかねエモいとか言われてテレビで特集されたりしてるんですよね。びっくりしますね。で僕は毎年南伊豆に行くんですけど、その道中でこう朝日に照らされた三鳩屋が見えてくるんですね。これなかなかのロケーションなんですけど、それを見るとついつい昔昔ってこう脳内リピートしてしまうのは無理からの話でしょうね。というわけで東京ローカルその後ですけど、ステーキホリタンですね。これも CM でインパクトがありましたね。ちょうどあの一番お腹が空いてる深夜帯にこの CM 流れるんですよ。そうするとねやっぱりね4800円で、当時の生活費で考えたら相当なもんだったんで、夢のようなお店でしたね。でこのね決め台詞、そんなわけで僕も新宿だったんでね、いつしか成り上がって行きたいぜって思っていたんですけど、まあ夢叶わずって閉店してしまって残念に思ってますね。でこの予備校生の時はともかく、この次の年に僕歌舞伎町で働き始めるんですね。うん、で1年半とか2年近くいたのに、でなんか心の片隅でそのうちステーキホリタンに行きたいななんて思ってたんですけど、行けばよかったですねすごく悔い残ってますね。うん、やっぱねなくして初めてわかるっていうね、しかも憧れの場所がなくなっちゃうっていうのは、そこに行けるような身分になってからは本当にね、なんかね行けないっていう、失われてるっていうのは本当悲しいことだなって思ったりもします。で東京ローカルその6は受話欲中ですね。これは女性向けのブティックとか、あとは宝石店とかの CM で、こうねガイタレを使ってね、あのベリンダ・カーライルとか、あとね次の CM だとカメリア・ダイヤモンドはあのダイアン・レーンですからね、あのアウトサイダーのダイアン・レーンです。びっくりしましたね。福島でこういうねあのブティックの CM とかって透明なんですね動かない CM だったんでびっくりしましたね。でその、 あのブティック・ジョイとかカメリア・ダイヤモンドが入ってるビルっていうのが日比谷シャンテっていうね、で当時そのこの日比谷シャンテにホールがあって、
そこで生かすバンド天国の収録もしてたんですね、生放送で。で、僕それ土曜の深夜に生かすバンド天国を見ながら、西新宿って前回話したように夜眠る街だったんですね。で、西新宿はこんな静かなのに、その受話浴チュールが入ってるビルで、しかもイカ天で生放送でこうギャーギャーみんな騒いでるっていう、ああ華やいでるのはそっちなんだって。俺はなんか新宿って東京中心だと思ってたけど、間違ったところに住んじゃったんだなって。夜中こうね、ブティックジョイの CM とか、神谷ダイヤモンドの CM とか、あるいはイカスバンド天国とか見ながら、そんなことを考えてたことがすごく懐かしいですね。うん、だからなんかね、これなんだっけ、ミキコーポレーションとかいうところやってたんですけど、案の定なんかバブルが破綻したら潰れちゃったっていう会社なんですけど、なんかこういうね、ブティックがなんかこうバブル期にテレビに CM を打ててた時代っていうのはなんかね、貴重なような気がしますね。今ね、ユニクロとか自由にまみれてますからね、それでいいのかって思いますね。文化の衰退っていうか、ファッションの面ももっとね、化学ボレーとかブイブイやしてた80年代とか、そういうのはもう遠くなりにけりで、新しい人が出てきてほしいなと思ったりもしています。で、続いての東京ローカル、その7は求人誌ですね。で、1989年バブル絶頂期だったので求人がすごかったっていう。で、求人誌もものすごい CM とかやってて、しかもこれデイリーアンなんですね。つまり求人誌が日刊で出てたっていう新聞じゃないんだからっていう時代でしたね。で、これは千春っていうその後タレントになる女の子ですけど、この子1970年生まれなんで、当時の僕と同い年っていうか、まあこんな若い僕もこれぐらい若かったんだなって、この CM 見るたびに当時の自分を思い出したりしますね。うん、でね、自分美術やったんでこの CM とかって刺さるものがありましたね。うん、やっぱ懐かしいな、それだけの時間はやっぱ流れたって思いますね。で、アルバイトで思い出すのは、当時新宿新都庁舎がもう急ピッチで作られてる頃 で労働人口が足りなかった時期なんですね。で、毎朝9時かな、新宿中央公園にこう集まると、なんか整理券みたいなの渡されて、それで整理券じゃないな、なんか書き込む用紙渡されて、それでなんかそのセメントの袋とかこう運ぶ仕事を1日やると1万円もらえるっていう、その大雑把ななんかそのアルバイトがありましたね。で、お金がない人はそこに行って、で1日ね、大した労働じゃないんですよ本当にこんなことでお金もらえていいのっていうのは、労働すると最終的にそのなんか券と引き換えにお金がもらえたっていうようなことがありましたね。あれどういう仕組みになってるのかとかね、その労働条件とか税金とかね全然よくわかんないですけど、まあ、僕は当時アルバイトはしてないことになってるんで僕の友達とかね、みんなよく言ってましたね。今日飲むぞっていう日は一日ね、都庁でこうセメント袋運びしてたっていう、そういうね時代でしたね。本当ね、すごい時代だったと思います。で、東京ローカルその8っていうか、東京メジャーって感じですけど、巨大広告ってのがね、とにかく印象に残ったんですね。で、これ福島編の時に話したんですけど、福島の広告って新しいものはないんですね。新しいものってなんかそのデパートの1階のその化粧品売り場のポスターとか、そういうものは新しかったんですけど、街中にこういうリアルタイムの広告が出るって、しかもそれがね、大規模な広告が出るっていうのは福島で全然なかったんですね。で、この1989年に驚いたのは、ある日新宿の空を見上げたら、このポカリスエットの文字が空中にあったのには本当驚きましたね。これどうやってやってるんだろうって思って、しかもこんなことをやるなんて本当すごいなって思ったことがありましたね。で、あとまだ当時は飛行船の広告って流行ってて、このスーパードライゴンをどっかで見た記憶がありますね。これもすごいなと思って、福島じゃ考えられないなって。まあね、パチンコ屋さんオープンのアドバルーンぐらいが関根山でこういうものが出るっていうね。で、この飛行船っていうのは、僕がこの時見に行った
新日本プロレスの第1回東京ドーム大会でも、あのドームの中をね飛行船がこう漂ってたっていう、まあ小さい飛行船ですけど、小さいって言ったってすごい大きかったんですね。それも驚きましたね。あと当時の写真がなくてちょっと見つからなくて残念なんですけど、巨大垂れ幕広告っていうのも印象に残りましたね。こんなのも福島には全然なくて、で当時なんか今井美樹のなんかすごいでかいあの垂れ幕がかかってて、でこんなの本人が見たらどう思うんだろうっていうような巨大な広告でしたね。だからこういう巨大広告とかって、東京ってすごく広告に埋もれてるんで街なんですけど、意外とね慣れちゃうと気がつかないもんなんだなって思いますね。うん、だから当時はこう上野駅に着いたあたりからもうなんか新しいもののこの宣伝がいっぱいあるって、だからコマーシャル文化っていうのはすごいね、もうねそれは電通とか博報堂とか大儲けしてますけど、それが田舎から行くと分かりますね。本当に広告というものにお金がかけられてるんだなっていう、そういうことが、まあ今はねそうでもないですけどね。でこっから僕の個人的な話になっちゃうんですけど、ジムモリとの出会いって何だって話ですけど、僕の予備校への通学路の途中に文化女子学園ってあったんですね。でまあ文化女子学園があったっていうか、僕の住む新金荘出るとすぐ文化女子学園があって、でその文化女子学園の向こう側に予備校があるっていう、間に文化女子学園しか挟まってないみたいなそういう印象だったんですけど、まあある日そこ歩いてたら、そこの校舎にさっき言った巨大な垂れ幕広告があったんですね。でそれは村上春樹の新作エッセイ「ハイホー」発売っていう、5月に発売みたいなものがでかい垂れ幕がかかってたんですよね。でなぜかっていうと、この本の出版元が文化出版だったからだと思うんですけど、大学にこういう広告出しちゃうんだみたいなことを当時は思ったんですね。でそれで僕はその垂れ幕を見て、そういえば村上春樹ってドアーズを絶賛してたなって思い出したんですね。ザ・ドアーズですね、ジム・モリソンの。でなおかつ予備校のロッカーにジム・モリソンの写真が貼ってあったことも思い出したんですね。それは同じ科に通うあのロックンローラーみたいな男で、でそれまで一回も話したことなかったんですね。で僕はあのドアーズのライト・マイ・ファイアを猛烈に聞きたくなって、予備校のロッカーの前でそいつを待ち伏せしたんですね。で持ち主は本当ね、まさにジム・モリソン的な危うげな男が登場して、で多少ビビりながら事情を話すと結構喜んでくれたんですね。でその時に、ちなみにオタクは普段何聞いてんのって言われたんですね。それで僕は、うん、最近はオフコースと尾崎と洋楽ならジョージ・マイケルかなって言ったら、そいつは悪いことは言わないって、今後一切そいつらの名前は出さない方がいいって、なんかあの悪魔村の入り口でこうよそ者に注目する老婆のような顔してそういうことを言ったんですね。まあ今考えると極端ですけど、まあわかる気がしますね。で代わりにドアーズとダムドとティーレックスのテープをくれたんですね。だからまあそれも極端だろうって言いたくなりますけど、僕はまあそれをすごい感心して聞いてて、特にやっぱねドアーズのライトマイファイアっていうのはもうザラリとした悪魔的なボーカルと、あとね、あの、えらい長い感想とかもね、なんかすごい心に響きましたね。でもまあ、あの、ビートルズとか、あと、ローリング・ストーンズとか、そういう共通の音楽はあったんですけど、まあね、あの、尾崎とジョージ・マイケル聴いてたのが、いきなりね、ドアーズとダムドになるんですから、やっぱ東京の洗礼ってすごいなって思いましたね。まあ、ジムモリは実は千葉だったんですけどねって。まあ、そういうわけで、友達になったんですね。東京で出て、あの新年度では、まあ、二宮っていうね去年から知ってる友達がいたんですけど、初めてできた友達 でなおかつね今に至る友人関係が続いてるっていう大事な友達ができたっていう時期でもありましたね。というわけで僕の上京日記その2、東京ローカル編はいかがだったでしょうか。まあなんか
最初はねみんな共通の話だったのがだんだん超個人的なものになっていくっていういつものパターンだったんですけど、まあ楽しんでいただけたんじゃないかなって思ってます。でこの吉野家って吉野家初来店ってちょっと気になって僕 Google マップで調べてみたんですけど、そしたらこの状態だったんですね上にチョコザップができてて、あれってもしかしてこのすごいタイミングで閉店しちゃったって思ったんですけど、よく見たら張り紙が貼ったってで改装中ってなったんですね。そういえば最近吉野家って改装してるなと思って、じゃあ初来店はまだ続いてるんだってちょっと安心しました。なんかね最近僕が学生時代に住んでたアパートが次々にこうなくなってるんですね。で実は新金荘はまだ現存してるんですけど、その後に住んだアパートが次々になくなって新しい家になっちゃったりしてたんで、またかよって思ったんですけど、まあそっか吉野家にはそんな思い入れがないか。でもねなんとなくねなくなったの寂しいなと思ったんでちょっとほっとしました。で念のために吉野家のホームページ調べたらちゃんと現存してましたね、吉野家初代店で。まだ24時間営業で頑張ってるんですね。今は結構ね営業終わらしちゃう店もあるじゃないですか。でもねやっぱあそこは24時間であってほしいなって思ってありましています。うん、まあいつしか行ってみようかな今度でもねわざわざ車止めて初代に吉野家行くってのもすごいなって思いますけどね。うん、こうやって状況日記どんどん続けていきますね。今回も新キャラのジム森っていう男が出てきたんですけど、今回の彼はこれから1年間登場するであろう主要キャラなんで皆さんも名前と顔を覚えてあげてください。こっからですね、いろいろありましたね。だって吉野家にすら行けないような豆腐メンタルなんですけど、意外とね度胸がある時は自分で言うのもなんですけどあるんですよね。だからそういう面もいろいろ出てくると思いますんで、ヘタレだと呆れずにこれからも状況日記見ていってください。よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。